話を途中で切り上げる方法。精神科医カバサー師匠のカバチャンネル。今日はオランダのアムステルダムから運河沿いを朝散歩しながらカバチャンネルをお届けしたいと思います。今日は質問いただきました。うーちゃんの娘さん42歳女性、自分のスタイルが確立している方で話を一方的にするタイプの人によく捕まり引き役になってしまいます。相手の話が長くならないように切り上げるための方法がありましたら教えてほしいです。話が長くなりやすいタイプの人っていうのは結構いますね。精神科なんかでも結構話が長くなりやすい方っていうのがいらっしゃいまして、私の場合ですと同じ話が2巡目に入ったら必ずそこでストップしますね。新しい話が出てる限りはずっと聞き続けるんですけど、同じ話が大体30分以上聞くと大体先ほど言った話が出てくるので、同じ話が出てくるとそこでもうやめます。それ先ほど伺いました、もうそれ辺についてはこうこうこうでこうこうこうでこういうことでしたよね。なので非常にもう十分詳しく説明していただきましたので、じゃあこの辺で今日は終わりますっていう風にですね、打ち切るという風になりますよね。例えばそういう自分なりの基準みたいのをね、打ち切る基準みたいのを決めて、例えば10分だけ聞くとかね、で10分ぐらい聞いたら褒めるっていう部分が重要ですね。褒めるとか持ち上げるとか、それについても本当よく分かりましたと、非常によく理解できましたと、あるいはすごい面白いですね、それは本当に面白い、ありがとうございますっていう形で、ありがとうございますという部分を強調した上でスッというようなことがね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。という形で、別にそういう話が長くなる人ってあなただけじゃなくて、他の人にもみんな長く話をしているので、いろんなところで打ち切られてると思うわけですね。だからあなたが打ち切ったから、その人がすごく気分を害したりですね、ものすごくあなたに対してネガティブな印象を持つってことはまずありえないことだと思いますので、適度なところで切り上げるってことは別に悪いことではございませんので、その場合はどうもいろいろと詳しい話ありがとうございました、面白い話ありがとうございましたって言って、ありがとうという感謝の気持ちで締めくくるとですね、マイルドに話を打ち切れると思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。精神科医カバサー師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。